ました。モンスターション TV。 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあなたはインガザラスコでやっていきましょう。今回はですけども、待ちに待った米編企画でございます。というかでございますけども、僕一回米編企画やってから少し結局空いちゃうんだよね。だからここからもう毎日とは言わないけど、わりかしまあ1週間ぐらいの中でのスパンを多くしていきます。4つぐらいマックスいけたらいいよね。5つぐらい、5つ6つぐらいいけたらいいよねほぼ毎日いけたらいいよね。そう、なるべくみんなのね、コメント返していきたいんですよ。なのでちょっとここの期間頑張ってみます。なるべく返せるだけ返していきます。なので皆さん、いろいろとコメントください。でどれをピックアップするかっていうのはわからないですけども、なるべく多くね、いけるように頑張りますんで、皆さんがっつりとコメントください。 OK ですかい。そしてあともう一つでございますけども、よくみんな1コメをね、こう取りに来てくれるじゃないですか。1コメみんな早えみたいな感じ書く人もいたりとかするんだけど、この1コメぜひとも狙ってほしいです。というか僕としても誰が1番取るのかなっていうのはすごい面白いんですよね。これ多分みんなジョンさんってどう思ってるんだろうなって考える人もいると思うんだけど、俺めちゃくちゃ面白いんだよね。今日もこの人来たみたいな、画家の先輩とかね、結構多く取ってんだよね。画家の先輩やたら取んなみたいな思ったりとか、そんな感じでね、なんか1コメを取りに来ると面白いなと思ったりとか、あと内葉ぞり先輩とかこの前ね、なんか2コメになってしまって、くそ惜しかったみたいな言ってて、で俺もちょっとコメントでね、あれシャリンガン大丈夫ですかみたいな、内葉ぞり先輩って言ってるからさ、シャリンガンちょっとね、もうちょっとガッツリやった方がいいんじゃないですかみたいな言ってさ、次回こそはって言ったら本当に次回撮ってんだよね1個目切ったシャリンガン思いっきり海岸来たとか言ってさ、なんかちょっとそんな1個目のねやり取りがあったりとか、そう、僕としてはね1個目の流れっていうのは結構好きなんで、ぜひともみんな1個目ガッツリ狙ってください。でこれに関してもうコツは一つしかないです。もう通知オンにしといてください。通知オンにしておけばそこガッツリ狙えるんで、ぜひともみんな通知オンにして、そして1個目狙ってください。 OK ですか。ということで改めて今回の米編でございます。今回は先日あげたシャンクスの動画で、覇王色の覇気こうっていうものについてお話をしていきたいなと思います。ちなみにこの後コメント読みますけども、実はこうっていう読み方じゃないかもしれない。なのでそこ皆さん楽しみにしててください。ということで改めて一発目のコメントでございます。ゴッドエネルさんからのコメントでございます。これね固定にしました。なんかなるべく僕それぞれの動画でも面白かったようなコメントっていうのは固定にしていきたいんですよ。結局僕の動画っていうのはもちろん抜けもあったりするし、そしてみんなの補足でやっと 100% になるんですよね。なんならみんなの補足によって 120-200% ぐらいになるんですよね。だからこそなんかできる限りね、そういう風に固定にしたいなと思ったりとか、ほんとみんなと一緒に作ってるっていうのが僕としては一番嬉しいので、今後はそういった形でね、なるべく固定にしていきたいなと思います。で今回このシャンクスの動画で固定にしたのがこちら。今回ので赤犬のマグマグの実も漫画より先行してカード出すでマグマグの実という名称が出たことを思い出しました。ということでこういうことなんですよ。スピード感が若干違ったりするんだよね。先にもう出てたりするんですよ。だからこそのこのシャンクスに関しては、赤い覇気がずっと描かれているんですよ。そして得意な色を伸ばすっていうレイリーさんの発言もあったりとか、今回のトレクルでね出てきたこの覇王色の覇気こうっていうね、こういったところを考えていくと、やっぱそれぞれの人には覇王色の色ってものがあって、まあ現に紫とか青とか赤ってのもすでに出てますからね、色があって、その上でも4校立ちだけが持てるような覇気も存在するのかもしれないっていうようなところにも至るんだよね。そういったフラグがまさにこの覇王色の覇気こうなのではないのか。果たして覇王色の覇気が威圧して終わりかって言ったら、僕はそうは思いません。だからこそのこのこうができた時によし来たっていう風に思ったんだよね。これに関しては結構なんかプラスな方向で追ってもいいのかなと思います。そして続いてでございます。続いてはぐるまゆさんからのコメントでございます。ぐるまゆさんね、ツイッターのこともがっつり絡んでくれるんだけどね、海賊無双とかだとシャンクスの覇気は技にもなってるからなっていう風に言っている。そうなんですよ。でこれね、こういう風に画像とか見てもわかるんですけども、赤い覇気が思いっきり出てるんですよ。まあまさにだよね。ゲームでずっと描かれている。そしてドラゴンさんもずっと描かれているエフェクトがある。それが風でございます。まあもろでしょ、アニメでも風が描かれておりますからね。まあ来ると思いますよ。やっぱゲームによると思う。例えばサウストだとやっぱね、前も言ったけど、ゲーム内でオリジナルの技を作ってたりするんですよ。まあそういったゲーム性なのでね。だけどもトレクルにはそれが必要ないで、海賊無双にもそんなものは必要ないってなると、必要ないゲームでわざわざ新技を出すかって言ったら、おやおやってなってくるんだよね。だからこそこれは信憑性結構あるのではないかと思います。続いてのコメントでございます。続いてはガソルラさん、ガンルラさん、どっちだ
んってこう、うん、うん、こうだもんね。そうはこうだもんね。ガソルラさんからもガルーラでいいやつ。ガルーラさん、ガルーラさんじゃないんだよね。色分けの部分で考えると、ルフィも赤系だから、イコールシャンクスと同じ種類の覇気を持ってるってことだよね。シャンクスが幼少期のルフィを見て、ガキの頃の俺にそっくりだって発言したことも、この辺に繋がってくるんだろうな。それで考えるなら、おそらくロジャーの覇気も赤なのかもねっていう、これめちゃくちゃ面白くない？現にルフィくんね、赤い覇気が出てるんだよね。それというのは、カタクリさんとのこの衝突でございます。どうですか？で、今言ったように、シャンクスも赤い覇気を出しているんだよね。で、彼らの共通点ってのは、まあ、そのガキの頃にそっくりだっていうところ。そして、麦わら帽子をかぶってるところだよね。ロジャーどうですか？もともとかぶってましたよね。それをシャンクスに渡して、シャンクスがルフィ君に渡した。なんでルフィ君を選んだのか？なんでルフィ君に渡したのか？理由があるのかもね。そういったところが繋がってくるのかもね。そして続いてでございます。続いては、マキークーゴさん。クーゴ、マキさんこれわかんねえぞ。マキさんでいきましょう。マキさんからのコメントでございます。光の速度でグッとされたことはあるかいということでね、本当にありがとうございます。最近ね、僕ちょっと冒頭でもね、お願いをしてるんですけども、グッドボタンぜひお願いしますっていうね、これめっちゃ助かってるんですよ。で、現にこのグッドボタンを押すことで、おすすめにね、出やすくなるんですよ。で、それが今起きてるんだよね。本当にこれみんなのおかげなんで、みんなの積み重ねで、こういう風にジョン TV は進んでいるので、本当に感謝でございます。ありがとうございます。今後もぜひとも光の速度でグッドボタン押してくれたらなと思います。ということで続いていきましょう。続いてはベッカちゃんからのコメントでございます。ジョンさんのせい？おかげで何か伏線がないか探してしまっている自分がいるというね。いやこれでいいんですよ。これでいいです。というか、やっぱね、それぞれのアニメって、まあそれぞれの楽しみ方があると思うんですけど、ワンピースって何度も楽しめるんですよ。一回ワンピースを1から最後まで見ます。そして2週目行くとまた違った楽しみ方があるんだよね。まあストレートに、わーワンピースすげーって思う第1週、そして2週目を見ていくとすげーのはもちろんのことながら、こんなようなこともあるんだ、あここもあるんだって、こう余裕を持って見れるんだよね。やっぱ1週目って基本的にメインを見る。だけども2週目となると余裕ができるから、ちょっと細かいところを見るようになるんだよね。で3週目になると徹底していろんなところを見るようになるんですよ。これがワンピースの楽しみ方。そして3週目になってもいろんなところを発見するからね。俺何週してるかわかんないもん。だけども今でもいろんなところが、あ、これもそうだ、これもそうだっていう風に気づくし、なんなら俺も気づいてないようなところをみんながガンガン気づいてるんだよね。これがワンピースです。これでいいんです。そういう風に探してていいんです。余計に面白くなるからね。ワンピースはほんとね、最高でございますよ。そして続いてでございます。続いては、クーザンさんからのコメントでございます。あらら。ということで、人それぞれの色じゃなくて感情によって色が違うんじゃないですか。悲しみイコール紫、怒りイコール赤みたいな。これすごくわかりやすいね。確かに悲しみとか、あと憎しみとか、例えばジャモンが天竜人に対して持っていたあの感情ね、紫の覇気みたいなもん出たけど、あれは憎しみだよねっていうところにもなってくる。まあ憎しみと悲しみダブルかな。まあダブルだと思う。で逆にドフィー君はどうなのかって言ったら、まあドフィー君も同様にね、子供の頃に、まあ、大変な思いをしてるわけですから、まあ、そういったような、憎しみとかっていうものが見えてくる。ビッグマムに関してもそうだよね。まあ、ビッグマムに関しては、よくわからんけどね、何に対してのそういった恨みなのかわかんないけど、まあ、紫になっている。まあ、そういったようなところでは見えてくる。で、赤怒りっていうのは、わからないでもない。ルフィ君のその片栗さんとの流れを考えてみると、まあ、怒っているっていうのも見えてくるしね。だからこその赤っていうのもわかりますね。ただ、そうなってくると今度は感情によって覇気の色が変わってくるという風になるので、まあ単純にストレートにこういう風に来るのかなっていうところはあって、紫は変異タイプだと思うんですよ。要はまあ普通の人が闇に飲まれた時の色なのではないのか。で基本的にはみんなそれぞれ色があるのではないかと思うんですよね。なんか特別例として紫っていう風に来るのではないかと思いますけどね。まあこれに関してはわからないですけども、色っていうのはまあそういったような感情っていうものは全然反映されると思います。そして続いてでございます。続いては雪金城さんからのコメントでございます。これくらいやってないんでルビが振られているかわかりませんが、こう一文字であればスメラギと読むのがしっくりきますっていうことで、まさに冒頭で僕がお話ししたこうではなくてほにゃららっていうね、このほにゃららがスメラギですね。これ多分ねスメラギで来ると思います。他にも王って読み方があるんですけど、
しっくりこないよね。こうの方がまだ来る。おうはどうかって言ったら、おやんぜっていう感じじゃないですか。だけども、もっと思いっきりドンピシャで来るのって、スメラギだよね。これコメントで来た時に、あー、想像できるってなったんだよね。それこそトレクルでもシャンツは、覇王色の覇気、こうっていう風に、まあ、こうっていう風にも文字が出てるのに言っているので、こうではなくて、シャンクスが喋ってるのをイメージしてみたときに、覇王色の覇気、スメラギっていう風に言うと、あー、これだっていう風になるよね。こんななんかごつい感じの声じゃないけどさ、覇王色、あ、ダメだ、なんかどっかのおっさんになった今、なんかどっかのおっさんになった今、なんかどっかのおっさんになった今、やろうと思ったけど、ルフィ、覇王色の覇気。スメラギ。ごめん、無理だわ。はい。そんな感じで僕はスメラギ派でございます。ということで、続いていきましょう。続いては、ピノさんからのコメントでございます。ピノね、久しく食ってねえな。懐かしいね。ピノさんからのコメント。少々威嚇。で、白ひげ海賊団員を気絶&船にひびを入れるからね。っていう、まさになんだよね。敵戦につき、少々威嚇した。っていうね。まあ、このシャンツのセリフでございます。少々。少々の威嚇で、まあその覇王色の覇気の特性を使っていきながらさらにヒビを入れていく。じゃあマックスはどうなの？少々ではなくてガチで、まあこれ発動していったらどうなるのって考えると、おにゃんずいってなるよね。続いてのコメントいきましょう。続いてはゆうやくんからのコメントでございます。友達にジョンさん勧めて見てみたら、みんなだんだんワンピースファンになってきてます。これからもっと伸びるといいですね。応援してます、というね、本当に嬉しいコメントでございますよ。っていうか、このモンスタージョン TV っていうのは、冒頭でもお話ししたようにみんなと一緒に作り上げているんだよね。みんながグッドボタンを押してまあ、広めてくれるからこそここまで来ている。そしてそれ以外にもリアルでね、こういった YouTuber がいるよ、めちゃくちゃ面白いよって勧めてくれるからこそここまで来てるんだよね。本当に嬉しいです。ありがとうございます。そして僕としてはやっぱまあワンピースについてこういう風に喋ったりとか、で僕基本ジャンプ全般をね、まあこうお話ししてるわけでございますけども、僕としてはジャンプに恩返しがしたい、そしてこのワンピースに恩返しがしたいんですよ。だからこそこうやって仲間が増えていくっていうのは僕としても嬉しいんですよ。ワンピースの素晴らしさっていうのをまだ知らないよって方に勧めて、その方がまあ気に入ってくれる、これも最高じゃないですか。みんなもハッピーだし、ワンピースもハッピーだし、俺もハッピーだし、みんなハッピーなんだよね。自分の好きなものを勧めてそれにハマってくれる、もう最高じゃないですか。そしてそれを元に僕とみんなでいろんな話ができる、結果としてワンピースが盛り上がる、こういったような流れって本当最高なんですよね。だからこうやってゆうやくんしかり、まあいろんな人にね、このモンスターズジョン TV を勧めてくれるってのはめちゃくちゃ嬉しいです。改めて本当にありがとうございます。そして続いてのコメントでございます。続いてはレンタさんからのコメントでございます。レンタダブルオーレン、ダブルオーレンになるのかな、かっこよく言うとオーオーレン、オーレンダブルオーレンでいくか、なんかこうダブルオーセブンみたいな。いただきましたということで、本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいですよ。新しい仲間ということでね、今後ともよろしくインガサラスというね、新しい仲間が来て思いっきりインガサラスをかましていくというね、本当に嬉しいです。ありがとうございます。そして続いてのコメントでございます。続いては炭鉱さんからのコメントでございます。ジョンさんからのフォローバック待ってますというね、これね、昨日判明したことなんですけども、フォロバーには上限があります。なんか1日のフォロバーできる人数っていうのがあって、で昨日それ食らいましたね。上限行ってちょっとリミッター入っちゃったんですよ。でなんかリプをくれても反映されないことがあるんですよ。なので僕に DM 送ってください。もちろんリプも送ってくれたらいいです。リプで気づくし、リツイートとかをねこう頻繁にしてくれてる人っていうのは僕積極的に見てでフォロバーするようにしてるんですよ。でさらにこのドクロマークね、ドクロマークついてる人をフォロバーするようにしてます。まあこれによってね、このフォロバーをほとんどの人できるようになるってなるんだけども、さらにはドクロマークつけれないよっていう人だったりとか、あんまりこうリツイートできないよって人もいるわけじゃないですか。アカウントによってはね、自分の家族だけが見てるとか、まあいろいろあると思うので、そうしたら僕に DM 送ってください。それで僕は DM からフォローバーしていきます。でしかもね、この DM からだと1回でね100件ぐらいはね多分フォローバーできるんですよ。でリプとかそういったのだとなんかね20件ぐらいやると止まっちゃうんだよね。なので DM で、まあ、僕に送ってもらえればそこからフォローバーしていき
きます。ただ、基本的に、こう、DM でいただいた文面が、その場合で僕見れないんですよ。なので、なんかこう、長文で打ってもらってね、見れないと申し訳ないんで、基本的には、よろしくとか、フォロバーよろしくとか、極論言えばもう、絡めるぐらいな感じで、一発目は送ってくれたらいいですね。それ以降なんかあればね、気軽に DM 送っていただければ、まあ、本当に全部が全部でこう、返せるわけじゃないんで、たまにぐらいの感覚で、帰ってきたら、まあまあまあっていう感じで思ってくれるぐらいで、送ってくれたらね、僕も返せるタイミングで返しますんで、少なくともこの一発目の DM に関しては、本当にみんなにね、手間かけたらあれなんで、絡めるぐらいの感覚で送ってもらえたらなと思います。そしたら、もう一気にフォローバーしていきますんでね、ぜひともこんな感じでチェックしてもらえたらなと思います。ということで、続いていきましょう。続いては、てつてつさんからのコメントでございます。何気にトレクルしてたけど、全然気にしてなかった。やっぱジョンさん素晴らしい。毎回楽しみにしてます。ツイッターもフォローしてますよ。ということで、ありがとうございます。ほんとね、このトレクルね、めちゃくちゃ面白いんで、まずはじめにみんなこれぜひともやってください。ほんといろんなアプリゲーあるけど、その中でトップクラスにめちゃくちゃ面白いです。で、今日僕、この動画撮っている朝ね、トレクルのガチャ動画を撮りました。すごいね。1月のね、過去の思い出が蘇ってきた。わかる人はわかるけども、そう、そんなような、回でございました。そう、それについては動画出すんで、楽しみにしててください。とにかくね、トリクルはゲーム性もめちゃくちゃ面白いんで、やったら間違いなくハマると思います。というか、ワンピースファンは間違いなくやった方がいい。自分の好きな海賊団というか、もうチームが組めるんで、もうこれほど面白いことはないと思います。そして、続いてのコメントでございます。続いては、サイトゥーさんからのコメントでございます。ずっと単行本派なんですが、最近揺らいでます。いいね。ガンガン揺らいでください。なんならばその揺らいでるところを思いっきり、よいしょっていう風に俺ちょっと後ろ押しますんで。ジャンプ派へぜひともいらっしゃい。最近ほんとね、いろんな方が僕の誘惑に負けてジャンプ派に来てるんですよ。いいと思います。やっぱ、それぞれの、アニメ派だったりとか、単行本派でジャンプ派の良さってあると思うんですよ。で、これはあくまで個人的な感想ね。個人的な感想で言うと、ジャンプ派で、もうすぐに見れる喜び。これがたまらないんですよ。次どうなるのかなと思ったら、速攻でまた1週間後によいしょって見れるっていうこの嬉しさね。だけど単行本だと何ヶ月かかっちゃうんで、その間がうーってなったわけじゃないですか。で、アニメに関しては、まあもっとだよね。ってなった時に僕としてはジャンプっていうのはすごくいい。で、ジャンプを見てからの単行本でございますよ。単行本が出てくると。で、単行本になるとまとまって一気に読めるので、この嬉しさもあるんだよね。ジャンプだと、まあ毎週毎週なんで、まあ1週間は空きますよと。だけども、そういったジャンプみたいにちょっとずつ読むのではなくて、単行本で一気に見れるっていうのがまた魅力。そしてアニメに関しては、もう声も入ってる、色も入ってる。とにかくアニメはもう別世界ではね、これはこれでまた最高だなっていうところで、今言っただけでも3つ楽しめるんですよ。で、なんならば、毎月ビブルカード出てるから、ビブルカードでも楽しめるんだよね。で、定期的にジャンプマガジンも出てくると、5パターンでブワーって一気に楽しめるんだよね。だけど、それ以外にもワンピース関連のものっていっぱいあるので、それはそれで全部楽しんでいったら、まあ、さらにこのワンピースライフっていうのはね、もっともっと面白くなるんだけども、少なくとも、このジャンプだけで話を言うのであれば、まあ、すぐに見れるっていう、この魅力はたまらないですよ。なので、ちょっと揺らいでるなっていう方がいれば、ぜひともジャンプ派へ来てください。だけども、単行本とジャンプの間どうやって埋めようかなってなるわけじゃないですか。ジャンププラスでございます。これ散々言っておりますけども、ジャンププラスめちゃくちゃやばいですからね。ジャンププラスで毎週ジャンプが読めてしまう。コンビニに行く手間が省けるんですよ。しかも定期購読をやれば、普通にジャンプを買うよりも安いんですよ。さらにはジャンプってどんどんまかさばっていくわけでございますから、最終的に場所どうしようかっていう風になって、まあ、泣く泣く捨ててしまうと羽目になるんだけども、ジャンププラスなら、そのまんま、かさばることもなく、いつでも昔のものを読めるんだよね。バックナンバー購読でございます。イコールこのバックナンバーがめちゃくちゃやばい。これを使って単行本とジャンプの間を埋めれるんですよね。で、一気にジャンプの最新まで追いついていくっていう、これがジャンププラスのやばいところでございます。僕これ使ってヒロアカだったりとか、ブラクロを追いついていったんで、これぜひともみんな試してほしいです。結果、ジャンププラスはマイナス1個もないです。いいことしかないです。さあ皆さん、アニメ派から単行本派からジャンプ派へとお待ちしておりますということで、今回この辺で締めていきましょう。やっぱね、米編企画めちゃくちゃ楽しいです。で、今回は、まあ普段よりも少し多めにやりました。で、これから少しの間ね、米編企画っていうのを多めにやっていくっていう風に言っておりますけども、一個一個の動画の中でも、なるべく読んでいきたいなと思います。
最近僕は全てのコメントに対して読んだらハートを押しておりますけども、でまあ返せるコメントは返したりしてるけども、それだけじゃなくてコメ編企画でもがっつりピックアップしていく。そうするとめちゃくちゃ楽しいよね。何度も言いますけど、モンスターズジョン TV は俺だけじゃないですからね。みんながいてこそのモンスターズジョン TV ですからね。なのでこういったような、まあみんなと一緒にやっていくような企画っていうのはもうガンガンやっていきたいと思いますんで、楽しみにしててください。ということで今回この編集目でいきましょう。最後になりますが、ぜひとも皆さんグッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく。そしてぜひとも私のツイッターフォローしてくれたら嬉しいです。その際にね、ジョンさんフォローしましょうって一言言ってくれたら僕もフォロー返しますからね。ツイッターの方でもがっつり絡みましょう。それでは最後になりますが、じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザラシということで P でした。また次回お会いしましょう。 See you next time!